さあ今日も元気にトモコレやっていきましょう。まずは金を集めましょうかね。この時間だったらみんな起きてるでしょう。浜辺に誰かいるな。まずあーラブラブ割烹ですね。そろそろロボのこの頭のもじゃもじゃ出してあげるじゃないわ取ってあげてもいいかな。でもちょっと悩み解決していこうか。福尾くん、こんにちは。なんだろう、お腹が空きました。そんなことで私を呼び出したっていうの。スイートポテトしかあげないんだから。いただきます。なんか多分やり始めこいつ作り始めた時から1年ぐらい経っちゃったのかな。服装がなんかちょうどいい季節になってきましたね、だんだん。歌える歌のバリエーションを増やした方がいいからね。大きなこともやり遂げてみんなも驚かせたいです。わかるよその気持ち。お、ケトラさん。はチノのそっくりさん、とっても久しぶりですね。そう、前回やった時にケトラさんは寝てたから。新しい帽子が欲しいです。話せてないんだよね普通に。え、ちょっといいと思ったのに、あんまり気に入ってないって超失礼じゃん。お前もらっといたらもうちょっとさいい顔してくれよ。ちょっとお前何元彼元旦那といい感じにやろうとしてんだよ。やめなよそういうこと。新しい服が欲しいです。まあそりゃそうだよね。今のその耳にめちゃくちゃ合う服を。あ、でも耳なくなっちゃった。なんだ最低。ちょっと可愛い系にしようと思ったのに残念だわ。あとはまあみんな出かけてるやつね。この自宅にも誰もいない喫茶店いいね午後のティータイム落ち着くわ。公園。あーパンちゃんが寝てる。いいな、なんかこういう公園。こんなに広いのに誰もいないっていうのもなんか怪しいけどね。大丈夫この公園、人気ないんじゃない。イベントやってますね。お客さん次出し合い買っていこう。毎度あり。入ってんの嬉しいわ。プラスチックのトロフィー小学生の時とかにもらうやつ。あ、めっちゃいいじゃん。また来てね。いや今回は結構当たりですよ。食べ物が入ってなかったね。じゃあいない人たちも呼び出してみますか。あ、特に悩みなさそうですねこのばあちゃん。もうちょっとさ交友関係を広げてほしいんですけど。私的にはあなた。チノのそっくりさん、とっても久しぶりですね。パズルのこと考えてる。自分の部屋ってやっぱり落ち着きますね。あ、でも結構交友関係広げつつはあるんだ。一番新しい人だけど呼び出そう。まあお腹が空いたあたりかな悩み。私たちに興味なくなったんですか。違う。さんこの間来たから。靴下はどちらの足から履きますか。どっちかな、多分左かな。そうですよね。同時ってどうやってやるのだ。逆に同時ってあったけど今同時に履ける人いんの。逆に時間かかるやつ。ほらどうしたの、セッションなんてしちゃって。じゃあちょっとそこは邪魔しないでおいて、三角関係とかになったら楽しいからね。楽しい。こんにちは。こんにちは。どうしても伝えたいことがあるので屋上に来てほしい。その手紙を受け取りました。いいじゃん。誰が書いたのかわからないのですが行った方がいいでしょうか。行った方がいいよそれは。確かに気になりますもんね。ええ、私はとても気になります。そういう手紙を欲しいもん。なんか変なメガネしてない？
前から読んでも新聞紙、後ろから読んでも新聞紙。やめろ、そのためだけにわざわざ呼ぶの。やめろ。ただのバカじゃねえか、あいつ。あれは誰だったんでしょうか。わかれ、お前も。まあ、ともかくためになりました。なるか、ために変なやつ。ちょっと帽子まともなのに変えてあげよう。もうちょっと、こんなのあるんだって思ったけど、寝癖。女の子とかがやったら可愛いんだろうな、寝癖は。誰もいなくなるやん、びっくりする。4人もここにいる。遊びに行き過ぎでしょ。あと向こうの部屋にも4人。ちょっと、もうちょっとお話ししましょうよ、それぞれ。トーマさんも多分前回、あれ起きてたっけ、服着替えさせたから起きてたか。愛は欲しい、愛は欲しいよ。サユンとは笑いのツボが一緒かもしれません。あー、サユンちゃんやっぱモテるんだな。ちょっとサユンちゃんも呼び出しましょうか。順風満帆サユンちゃん、いつ結婚されるんでしょうか。かけがえのない人だよ。そうね、大人スプレーで大きくなってるからね、サユンちゃんは。ワリオ、ワリオはさっきでも悩みなかったもんね。その頭どうにかした方がいいと思う。どうにもしないけど。こんばんは。こんばんは。昨日の歌声も聞いたのですが、上手でびっくりしました。どういたしまして、どういたしまして。ありがとうございます。ハムハムも呼び出しますか。かわいいなあ、ハムハム。こんばんは。こんばんは。ドラマみたいなプロポーズをされてみたいです。お、いいんじゃない。ちょっとそれロボに言うべきだよ。プロポーズしてちょうだいって。イケメンも呼び出してみましょうか。お、イケメンがサユンちゃんと付き合ってるんだよね。こんばんは。大満足。何でもいいから食べたいです。はい、すいません。お刺身、なんか今のとこにすごい似合うよ。あの作業員の人が、なんだろう、泊まり込みの作業員の人が着てる宿屋での服装みたいな感じになってる。新しい部屋も見ていきますか。大事にします。さあ、じゃあせっかくまたなんか新しいシーズンセカンドシーズンみたいに言うんですけど、シーズンに入ったんで、お宝しりとり、新しい人をまたね、加えようかなと。練り消し。練り消し。思います。なので、作ってくるので、皆さん少々お待ちください。参った。はい、というわけで、新しく、よろしくお願いします。お、なんかいろいろ増えてんな。ザッキス、まあ別に誰かに似てる気がしますけど、別に違いますからね。ハヤオ・ヤミザキという名前です。早速、ザッキスです。ザッキスです。笑顔の似合う男を心がけています。割とフランキーやな、こいつ。実はすごく大事なものをなくしてしまいました。なに、ありがとうございます。では、見つけたら知らせてくださいね。なんだろう、大事なものをなくした。まだ来たばっかりなのに。そして昨日はどうしたいの、何がしたいの。こんばんは。こんばんは。いつもと一緒に旅行に行きたいです。
旅行券持ってたっけ。旅行、あ、あるいいんですか。しょうがないな。では楽しんできます。楽しんできなよ、向こうくんと一緒に。すげえ、こんなのあるんだ。てかもうほんとさ、いつ結婚するんだろう。東京図書館です。はいはい、チーム両方目つぶってる。ニューヨークのストリートです。はい、チーム。あ、いいじゃん。エンパイアステートビルからの眺めです。いいな、旅行行きたいな。はい、チーム。だいたい向くを目つぶってますけど、いいのかな。まあ、いっか。よし、帰りましょう。お土産何かな。自由の女神のなんか像のあれかな、置物みたいな。あ、楽しかった。これお土産です。すげえ、ホームランボール。これいいの、もらっちゃってホームランボールいいの。大層お高いものだと思うよ。なんかこのままだとホーンテッドマンションの人みたいだから、新しいエリアを見て大事にします。いや、素敵な旅行に同行させていただいて。パンちゃんが持ってたりするのかな、向こうの忘れ物。あんたいつになったら恋人を作るの。こんばんは。テトラに恋人がいたら人のおせっかい焼いてる場合かい。人をくっつけるのはどう思いますか。なるほどね。まあそう、それはもう、それでは、二人も合わせてみます。この間さ、美女誰かと出かけてなかったっけ。みんな、あれなんだろうね、きっと美女におせっかい焼きたいんだろうね。あいつそろそろ彼氏作らせておかないと、なんかおつぼね感がすごいみたいな。でも結構楽しんでるよ。結構楽しんでますよ、これ。会話弾んでるよ、こんな時でも。いいんじゃない。あ、めっちゃ弾んでる。この間の比べたらなんだけど、この間のトーマさんの時とは盛り上がり方が違いますね。めっちゃ話弾んでる。え、これもしかしてうまくいくの。今日はありがとう。こちらこそありがとう。だってウキウキしてるよ。ダメなんかーい。これほんと成功することあんの。まずは友達から始めるようです。ああ、なるほどね。急に恋人とはいかないけど、友達なら OK と。まあいいんじゃない。さあ、トーマさん、あなたもあなたで考えなきゃダメよ。愛が欲しい。こんなに愛が欲しいとか言ってんのに。新しい服が欲しいです。ちょっとそろそろね、モテコーデを。あ、しかもめっちゃ気に入った。やった、いいんじゃない。あ、もう歌は全部あげてるんだね。じゃあ一個一個ちょっと。新しい部屋も見て大事にします。お構いなく。こんばんは。こんなものも拾いました。こいつか。あれ、裏にザッキスと書いてある。ザッキス、ザッキスに返しておいてくれませんか。ザッキスと友達になってよ、ついでに。え、見つかったんですか。なんだろう、黒板アートでもしてたのかな。ありがとうございます。ムクオが拾ってくれたんですね。はい、大事なものだったので、すごく嬉しいです。 よかったですね。ありがとうございました。なんかのフフリー作品に関係してたのかな。お礼にこれもあげます。やったー。すげー、 AR カメラすげー。そんなもんも今どこあるんだな。まあ、それぞれみんな出かけに行っちゃっているようなので、お、なんかどっちかが悩んでるな。お料理中でしたか。イケメンさすがやな。今日も暑いですね。お腹の中も見てください。それだけ。
そうだよね、さっきあげたお刺身って。まあ、だからといってどうということはないんですけどね。見させんな。ハムハムは憎めないやつです。いろいろあったけどね。まあ楽しいじゃねえか。お前の評価もあんま良くないじゃないか。さあ皆さん、突然ですがここでモヤモヤしている女の子が一人おりますけど、ついに私が大好きだったあの人奪われる時が来てしまうんですね。切ない。切ない。絶対もうローズのプロのやつじゃん。ロボットのフォームしないのですが、どう思いますか。これさ、今はほっとくって言ってあんの。頑張れ。ロボにするのがいいでしょうか。どこがいいかな、ロボ。まあ、高級レストランかな。着替えた方がいいですかね。なんか服持ってたっけ。ろくなもん持たされてねえな。じゃあもう今のままがいいよ。着替えてないけどね。着替えてないけど。ありません。うわー、これでいけるかな。私のことも考えているときに今だ。もアイルも送ってくれますか。いや頑張るけど、なんかね、失敗しちゃったら別になんかそれは難しかっただけで、私悪くないし。なんで毛抜きのこと思ってんね今。あー、なんでワリオのこと思ってんだよ今。あー、早い早い。え、ちょっと待って、これ一回もいけない。やべ、きれいね。そうだね、話全然弾んでないじゃん。もっと話せよ。てか逆プロポーズか。あー怖い。私のどっちだっけ。あ、奥にいるじゃん。君の方が綺麗だよ。奥に親友同士の二人いるじゃん、ワリオと美女が。あ、待って、その左とか私じゃない、右だ。あ、間違えた。イケメンがここの料理褒めてたよ。料理好きだからな、あいつ。そうなんだ。あー、しくった。まだ大丈夫、まだいける。あー、うっそ、なんで毛抜きなのだから。あー、今長かったな。はい、実は大切な話があるの。来た。何？何じゃねえよ。まだあるの？私と結婚してください。しゃ、断れ。喜んで。ダメかー。旅行券、旅行券、旅行券、旅行券。あ、そっか。でも私はまだ子供なので結婚できません。やめとけ。名簿使えば大人になれるのですが。ロリコンばっかかよ、このマンションの住人は。ありがとうございます。では大人スプレーもかけてください。かけますよ。それではよろしくお願いします。どういう大人になるんだろう。まあ見た目変わらんか、別に。思ったのと違うみたいな。だったら大人になれました。いいのにな。こんなに大きくなりました。おめでとう。それでは。うわ、なんか急に大人っぽくなったな。激しく腹立つ。いやー、マジかー。ちょっと、いやー、真面目な人と結婚したかったんだけどな私。素敵よ。素敵ですわ。
イコンをちょっと意識してくれないかな感はあるんですけど、どうかな。うわー、これでじゃああそこに家庭が2つになるのか、いいねが2つに。パルナップ神殿です。いいなー。はい、チーム。悪い、ピザのピラミッドです。はい、チーム。わざとじゃないんだよ、わざとじゃないんだよ、別に。わざとじゃないんだよ。申し訳ない、本当に目をつぶらせてばっかりで申し訳ない。前後3秒ぐらいは目開けといてくれればいいのに。これお土産です。何かな、何かな。砂漠の砂。これからもどもどもよろしくお願いします。いやー、よかったですね、これは。よかった。でもまあ身だしなみ大事だからね。いやー、なんかいっぱいになってるぞ。まあちょっとザッキスと遊ぶか、一旦落ち着こう。一緒に遊びませんか。ちょっと和風に仕上げたんだよね。トントンズもなんか遊びも和風だわ。残った、残った、負けねー、負けねーぞ。余裕だぜ。まあ、ジジイには勝つからな。おめでとうございます。体力的な問題だよ。一つだけ、小さな小槌で。あー、もう最低。この間お前がなくした黒板消しだろ、これ。くそー、トメさんどうしたんだろう。トメさんとザッキスを私はさ、こんにちは、一緒にしたいのに。ザッキスに友達になってほしいと言われたのですが。いいじゃん、早速あっちからのモーションがかかってるじゃん。いいんじゃない。ではちょっと話もしてきます。待って、これでさ仲良くなれなかったら結構絶望的なんですけど。頼むよザッキス、めっちゃワクワクしてるけど。お前頼むよ、変なこと言うんじゃないよ突然。超喜んでるじゃん、可愛いよね。でもそういうところいいんじゃない。結構早い段階で仲良くなったよ。マジでこの二人は頼む。気が合いそうだったので友達になりました。お、あるよこれは、意外とあるよ。お礼にこれもあげます。旅行券、旅行券。あーあーあー、もうこれで二組目か。まあ、私の離婚も合わせたら実質3組目。どうしても伝えたいことがあるので、お屋上に来てほしい。その手紙も受け取りました。どうせくだらない内容なんでしょう。誰が書いたのかわからないのですが、行った方がいいでしょうか。行ってみたら気になりますもんね。前回は犯人私だったけど、今回はどうかな。ケトラか。また変なサングラスかけて。わかるよすぐ。このつけひげ、あなたの分も買っておきました。意味わからん、いらんやろ。で渡さないっていうね。言っただけ。あれは誰だったんでしょうか。お前もわかれよ。まあともかく行ってみてすっきりしました。そんなさ、話したいことがあるから屋上で待ってるなんて言われたらさ、ちょっとドキドキするやつじゃないの普通。6時になりました。ミーニュースをお伝えします。恐ろしい事件です。洗濯物の上で昼寝もしていたザッキス氏が誤ってアイロンがけされてしまいました。ザッキス氏はペラペラになってしまいましたが、お湯もかけて3分待ったところ元に戻ったということです。マジのミーに聞きました。それで喜ぶ人がいるのなら、こういうニュース好きです。はい、6時のミーニュース、池田を伝えしました。